ですね、ステージになります。ちょうど下に敵がいますが、左上に表示されているのがオールというですね、プレイヤーのドロー、味方のドローになります。で、これをうまく使って敵をいきなりやられましたけれども、ただこういう場合にもプレイヤーの、ドローンのアオールがですね、ヘルスパックを注入してくれて何回かは助かることができますので。なるほど、はい、今向かってこのオールを上手に使っていくというのが、はい、今回のポイントの一つですね。そうですね。そして今もうちらっと見ていただきましたけれども、プレイステーション3までではなかったような広い範囲での非常に美しい戦場ですね。で、今左の方にキルゾーン2での敵役だったスカラービサリの像がありますが、ここはちょうど敵地なんですね。で、敵地で撃墜されてしまった偵察部隊員を救出するという任務になります。なるほど。なんとしてもですね、トラビスさんにはこの任務遂行してほしいですね。はい、今ジップラインというオールの機能の一つを使って敵の頭上に落下して頭上から攻撃しました。これは一撃で倒せるので非常に有効ですね。こうやってスムーズにロープを張って降りてますけれども、どこでもできるんですか？そうです、ステージの中である程度の高低差と距離があればどこでもジップラインを使えるので、プレイヤー好みのルートで攻略していただけます。なるほど。今また下に一人敵がまた落下攻撃ですね、忍者のような。そしてですね、はい、今左の方に出たこれが警報器なんですけれども、これも鳴らされると増援がどんどん来て厄介なことになるんですが、今トラビスさんオールを使ってこれをハッキングで解除してます。そして今タクティカルエコーというスキャン装置を使って敵を発見しましたね。スキャン装置があるんですね。そうです、歩行器の右を押していただくとタクティカルエコーという微弱な電波を発して周囲にいる生体反応を感知します。はい、ただあまり長いこと使いすぎると逆に敵に気づかれてしまう可能性があるので、そういうところもあると、はい、上手に使ってくださいということですね。さようです。墜落現場に到着。そして今また敵を発見しましたね。死体は調べられた後だ。死因は墜落のようだ。さあ、まだまだ序盤戦です。まだ序盤です。ちょっと最初に死んじゃいましたけど、それ以外はいいペースで。そして今オールの機能の一つのスタンモードで敵を気絶させておいて一気に一網打尽にしましたね。クレバーな戦術ですね。クレバーですね。そしてまた警報器をハックしようとしてますが、奥の方にどうやら敵がいるようですよ。あ、これは、はい、プレイヤーのしっかりと仕留めましたね。はい、プレイヤーの銃が実は変形できてですね、サブマシンガンのようなモードと今使っているスナイパーライフルのようにエネルギーをチャージして発射するという2つのモードを使い分けられます。今どこに向かっているんですか？今はですね、ここにさっき墜落した機体が落ちてましたので、はい、生存した仲間がこの辺りにいるんじゃないかということで心を探索してます。そして 何してるんですか、これは。いや、すみません、今あっさり終わっちゃったんですけど、スナイパーがいたんですね。スナイパーに対してオールの機能の一つのシールドを使って敵のスナイピングを防ぎつつスナイパーを倒すという。今そういうやってたんですか？結構ちょっと素早くやったのでですね、ひょっとして追いつかなかったかもしれないんですが、これ実際に私有台で体験してみるとなかなか厳しいシーンです。はいはい、なるほどね。そして今味方の機雷を発見したので、多分この辺りに味方がいるんじゃないかと。で、普通FPS だとこうやってクリアリングしていくんですけど、その代わりにこうオールを送り込んでオールにクリアリングさせるということも可能なんですね。なので偵察兵というか石膏としても使えると。これは今仲間を発見しました。仲間ですね、はい、ここまで。さあどうでしょう、トラビスさん。ここまでは結構いいペースで多分来てると思います。トラビスさんどうですか？まあ最初のところ以外、順調です。最初の最初はちょっとびっくりしましたね。そうですね、ちょっとあそこで死んだのなかなかないんで。ただまあ大丈夫だと思います。今すごい集中してる目をしているので。はいはいはい。情報と隊員を確保した。やっぱステージですからね。若干通常のゲームプレイの感覚とは違うんですよ。多分相当緊張してるんだと思いますけれども。ただ今情報を確保して隊員の生存も確認できたので、あとは墜落した機体が残ってしまわないように爆薬をセットしておくと。あと脱出の際に障害にならないように対空砲にも破壊して、敵の通信施設も破壊して、さらにドロップシップも強奪して逃げると。ここまでで多分あと12分弱でやんなきゃいけない。あとそれぐらいやらなきゃいけないのに。結構やることいっぱいあります。短い時間で。そうですね、ちょっと大丈夫ですかね。信じていきましょう。はい、この今いくつも目的があるんですけれども、はい、このステージでは別にどれを順番にやらなきゃいけないということはなくてですね、例えば先に通信施設を破壊しておいたり、もしくは先に対空砲を始末しておくとか、敵の武器庫を襲って強力な武器を確保しておくといったことも可能です。はいはい、プレイヤーが自分でどのミッションをどういう順番で攻略するかというのを選んでいただけるという。なるほど。
PS4 になっていろいろな幅が広がっていったということですかね、はい、そうですね。さあ大体今経過時間が5分ほどぐらいらしいんですが、ペース的にどうですか、まあ、悪くないと思います、悪くない、悪くない、ただ決してすごいいいわけでもないので、ここからどう挽回していくかっていう、ね、そうですね、今またこうタクティカルスキャンを使って して、ね、気がいないかどうかを探ってますね。したのかいたんですか。あでもなんか見えましたね、今ね、いますね、今、あ 今倒しました、はい、仕留めました。はい、そしてこの崖の上に建てられている対空砲ですが、こちらに向かいます。はい、結構こう画面を見せる余裕があるんで大丈夫だと思います。大丈夫ですね。そうですね、この辺りの、まあ、あの高低差というのも非常に激しいマップになってますので、はい、例えば上に登った後一気にジップラインで降りて時間を省略するとか、そういったことも考えられますね。さあこれ今ものすごくスムーズにいってますけれども、はい、最初初めてプレイする方はここまでやるにはちょっと時間かかるんですか、慣れるまで。そうですね、いや、ファーストパーソンシューターの経験がある方であれば、はいはい、そこまで難しくはないとは思います。比較的大丈夫だと、はい、了解だ、バラス。いや、まあ、ただキルゾンシリーズ結構敵の AI に定評があって、例えば敵が複数いると1人はアラームを鳴らしに行って、はい、残り2人が左右から分かれて襲ってくるみたいな真似をするので、そこら辺は特に今回あの広いフィールドで360度が戦場なので、はいはいはい、そこは気をつけないといけないと思いますね。で今トラビスさん早速こうオールをあの送って警報を鳴らさせないようにまず警報をクリアしようとしてますね。で今あの左上の方にちょっとバーが伸びてると思うんですけども、あれがあの満タンになるとハッキングが完了して警報が無力化されます、はい、これはあの非常にスムーズに、まあ、トラビスさんの場合は常にこのオールをどっかで何かの仕事をさせているという状態なんですけど、これはあの早解きするには非常に肝なので、まあ、とにかくこのオールというのが一つの大事な要素になってくると、はい、そうです、うん、今まであの見ていただいた中でも機能が4つありまして、アタックモードという敵を攻撃するモード、はいはい、ジップラインモード、はい、あと敵を気絶させるスタンモード、うん、それからシールドを張るシールドモードと、この4つがあると、はい、これを使いこなしていく、またどういうところで何を使うかっていうのもプレイヤーの自由です。そして今多分敵を残り2名ですね、残り2名、はい、下の方から1人いますが、これを倒したので多分この後は対空砲に爆薬をセットしてますね。セットしましたね、はい、さあトラビスさん順調ですか。そうですね、割といい感じですね。いい感じに進んでいると。トラビスさん1個気になったんですけど、機体の方に爆薬ってセットされてますか。されてます。あ、じゃあ大丈夫ですね。大丈夫ですね、大丈夫ですね。そして今ジップラインを使って降りる時間を節約して、はい、そしてこのスナイパーライフルでしっかりと仕留める、はい、敵のスナイパーを発見し次第倒すという。そしてもう一人来ましたね、これにはオールを向かわせながらまたスナイパーライフルで倒すという。もう一人スナイパーがいますけど、これにもオールを向かわせてますね。いや、あのスナイパーがですね、今作のスナイパーパワーアップしてまして、はい、長い間照準を当てていると緊急でテレポートしちゃうんですよ。なんですけど今ちょっとそれをさせない素早い射撃をしているので、多分今ご覧になっている方には伝わらないと思うんですけど、そうですね、なんか滑らかに行き過ぎてて凄さが伝わってないかもしれないですけれども、これものすごいことが今起きてるんですよ ね。 そうですね、敵はかなりパワーアップしてますので、あんまりタラタラやってるとあの反撃を食らったり移動されて横から撃たれたりします。さあ皆さんもトラビスさんの超絶テクニックしっかりとご覧になってみてください、はい、先ほどもお伝えしたように本来だったら頑張っても20分は超えるんじゃないのかなっていう、20分ぐらいは、はい、少なくともかかると思います、ね、はいはい、それをもう20分切って18分以下に収めてもらおうという。そうです、まあ、本人は15分を狙うって言ってたのでできるかわからないんですけど、まあ、結構大変だと思う。ここもまずオールを送ってハッキングして、かつタクティカルエコーで敵がどこにいるかを探るという、はい、しっかりと正確に仕留めていきます。仕留めていってますね、はい。そして今まで結構本当はこのスナイパーライフル近距離だと使いづらいんですけど、かなりこだわってスナイパーライフルだけで倒してる節があるので、ひょっとしたら本人なりになんかストイックな縛りプレーをしてるのかもしれないですね。今日はもうちょっとシビアにいっちゃおうかなっていうところなんですかね。まあ、今サブマシンガン使ったんでそこまで厳密には縛ってないみたいですけど、ただ結構スナイパーライフルはこうエネルギーを充電して発射するので、はいはい、なかなかスムーズに使うのは、うん、
そして今練習が必要ということですね、はい、ここは何ですか。ここは敵の通信施設のコンピューターが2つあるんですけども、これを今ハッキングしてます。そして今10分ほど経過いたしました。結構ギリギリですね。トラビスさん、10分ほど経過しました。いけそうですか。いけます。おお、ちょっとダラダラしてたんですけど、これから本気出しますね。これから本気出す。さあ、トラビスさんの本気がそろそろ炸裂するようですね。これが皆さんもご注目ください。今がもう1個目の通信塔のコンピューターをハッキングしているので、このハッキングが完了すれば通信塔は完全に無力化されると。そしたらあとは敵の、ドロップシップを奪って脱出すると。はいはいはい、はずになります。あとはこれで奪って繰り返しますが、脱出するだけ。そうです。ただ今簡単に言いましたけど、そんなにすぐはいかないということですね。そうなんですね。敵のドロップシップは当然その武器庫にありますので、武器庫を守ってるたくさんの敵兵がいますし、そこであのドロップシップが奪われそうだということになれば、また敵の増援が来ることも予想されるので、相当激しい戦いになると思います。ここから戦いは激しくなってくるということですが、それを感じさせないトラビスさんの滑らかな動きです。そうですね。あともう一つちょっとご注目いただいたのが、この太陽の光とかがですね、かなりリアリスティックに描写されてまして、例えば戦場で逆光に向き合うとかなり打ちづらいんですけど、そういうところまで再現されてるんですね。なのでその太陽を背にして戦うというか、環境を味方につけて戦うというのもこのゲームのプレイの醍醐味の一つになります。太陽もうまく味方につけて、はい、今結構激しい戦いですね。あの上に敵のドロップシップもいますし、増援が、そうですよね。ただここです。このシーンはあの先ほど地下で合流した仲間が一緒に来て助けてくれるので、はい、ここからは一人の戦いではなくバディとの戦いになります。一人ではないと、はい、味方もいるんですね。味方も一緒に戦ってますね。ちょっと今画面の左の方にずれちゃってますけど、さあここからが一番大事なところです。戦いも激しくなってまいります。あ、そうですね、かなり、あ、でもかなり順調に、順調いってますか。いってますね。さあトラビスさん、宣言通り短い時間で奪回することはできるのか。できますよ。できますか。おお、強い発言、心強いです。出だしの時は若干の緊張があるかと思われたんですけれども、かなり間違いなく緊張してたと思いますけど、やはり本番に強い男トラビスさん、すごいです。さあここで、いや激しいですね。かなり激しいですね。あれこれはどういうことですか。いや、今やられちゃったみたいですね、どうやら。ええ、まさかのトラビスさん、結構という夢でした、という夢でしたと本人は言ってますけど、はい、まあちょっと今あのかなりセットチャックポイントからもう一回やり直しになるので、これは厳しいと思いますね。会場のお客さん若干苦笑いになってます。今下を見たら同じような表情している方がたくさんいました、ね、あーっていうね。いや、まあ、結構本人的にタイムを縮めようと思って、そうです、ね、接近しすぎたと思うんですけど、そうです、僕もね今ね駆け上がってる時にあれ大丈夫かなと思ったんですけど、画面が赤くなってましたしね。そうだったんですよ。いや確かに、まあ普段はかなりクレバーなプレーをするんで、ちょっとサービスをしようというところだったんですかね。まあ戦場の厳しさを教えてくれたっていうことかな、はい、そうです。そう簡単に戦いは簡単にはそうですねいかないですね。実は結構 AI の挙動を賢くするために、はい、まあ難易度を難しめのモードでやってるので、まあ、言い訳ではないですけどね。はい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 。さあ仕切り直してトラビスさんにはなんとかこの奪回、そうですね、このミッションを遂行してもらいたいです、はい、今正面に見える入り口とか、ま、もしくは左右からも行けるんですが、この中の地下に敵のコンピューターがあるんですね、はい、でそれをハッキングして、うまくこうドロップシップを着陸体制に持っていって、そこからドロップシップを守りきるという展開になると思います。今なるほど侵入しましたね。まだ中にでもいるみたいですよ。お、はい、大丈夫でした。いや、うまくやりましたね。そしてオールを使って一方を守備させておいて、もう一方の敵に対処するという、そうですね、この使い方皆さんも覚えてください、はい、そして今ヘルスパックを使いましたが、本作のヘルスパックがですね、はい、ヘルスパックを使った間照準を当てていると
バレットタイムみたいな感じで敵がスローモーションになるんですよ。はあ。なのでまあ真相の時にヘルスパックを使うと一転してこう逆転のチャンスが来るというそういう面白さがあります。はい、今オールにハッキングさせました。ハッキングさせております。ハッキングさせてる間自分は武器庫に行ってこう敵の武器を露覚しようという抜け目のない行動ですね。さあ武器を取って戻ってきました。この後はあのかなり敵の攻撃が激しくなることが予想されるので。そうですね。はい、今の右の方にちらっと仲間が見えますね。はいはい、一緒に戦ってくれてます。さあここからが勝負ですね。そうですね、ここから どれぐらいかな、多分 3,4 分ぐらいはかかると思うんですけど、ソニーコンピューターエンターテインメントブースの周りものすごいお客さんがいますが、はい、たくさんのお客さんに見守られ、そうですね、トラビスさん行くことができるのか、先ほど私が声をかけたところからですね若干ミスが始まってしまったのでちょっと声掛けはやめようかなと思っております。はい、わかりました。ありがとうございます。結構お返事して、まあ、余裕がありそうなので、はいはい、なんとか言ってくれると信じます。ちなみにあのこの後のあのここクリアするとですね、はいはい、敵基地を破壊して脱出するシーンになるんですけど、そこは今まで私有台で一人も出されたお客さんもいないですし、あ、そうですか。車内でもこの時間でクリアした人はいないので、なんとか見たいですね。ただあのラストまで行きたいところですが、はい、もし仮に次やられてしまった場合は、はい、ステージの時間の都合上、そこでエンドですか。エンドになる。うわ、それは予定になっております。ちょっとトラビスさんはこれ聞いてないといいですね。なんかプレッシャーになると嫌なんで。さあまだそうですね、まだもうちょっとかかりそうな東京ゲームショーでその先を見た人はいないというところを見せてくれるのか。はい、まあ、大体多分ここら辺までのシーンでも私有の時間で行くのはちょっと厳しいかなとは思いますが、さあオールをうまく使っていくんですか。あー、しっかりと締めてますね。はいはい、今そうですね、結構まあ冷静に、はいはい、ここからの流れ改めてどういう風にいくんですか、はい、予定としてはここからですね、ここから最後まで、とりあえずここを守っているとそのうちドクシブの着陸体制が整います、はいはい、着陸体制が整うとあの仲間が教えてくれるので、はいはい、そうしたらドロップシップに乗り込んでいって、起爆すればもう脱出と。なるほど、はい、もう多分これのもうちょっとこれもうちょっとするとしのいで、もうちょっとすれば大丈夫だと思います。準備できました。大丈夫です、準備できた。おー、できたか。今乗り込めば、さあ乗り込めば、そして今起爆します。対空砲が今爆発しましたね。そしてあの機体も爆発して、はい、武器庫も火薬がたくさんあるんで誘爆という。おー、さあこれで見事ミッションクリア。大きな拍手をお願いいたします。すごいすごい、まさかあそこから取り返すとは。取り返しましたね。すごいですねこれは。いや、見事な戦いでした。トラビスさん、ありがとうございました。大きな拍手を。改めて今のお気持ちをお願いいたします。さあちょっと、まあ、緊張して一回ちょっとやられたんですけれども、あと、まあ、ぜひ皆さんあのプレイステーションブースの方でもあの神プレイを超えたゲームプレイをお楽しみいただければと思いますので、ぜひよろしくお願いします。改めて最高のプレイに大きな拍手をお願いいたします。ではあっという間にエンディングです。我々も中央に戻ってまいりましょう、はい、さあということで、このゲームの世界観、迫力あるプレー、皆さんにしっかりと伝わったと思いますが、はい、最後にファンの皆さんへ、コメントいただけますか。お願いします、はい、今トラビスがプレイしたのと同じステージをですね、集大の方でもやっておりますので、今のをご覧になって俺ならもっとうまくできるという GO のものはぜひステージの方で新記録を出していただきたいと思います。またあのファンの方が楽しみにされているマルチプレイについても今日あの本日以降ずっと情報を発信していきますので、ぜひご注目ください。本日はどうもありがとうございました。キルゾーンシリーズ、そして FPS というジャンルは PS4 という新たな世代へ、プレイステーション4専用エクスクルーシブタイトル、キルゾーンシャドーフォール、今後の日本での展開に期待しましょう。これにてワンプレイ入魂終了。